秋田総合車両センター、南秋田センターは、秋田県秋田市奈良山城、南新松35の位置にある、東日本旅客鉄道の車両基地である、同社秋田支社の管轄。旧称は、秋田車両センターで、2021年4月1日に、組織改正にて減名称へ解消された。同地には、 新幹線統括本部管轄の秋田新幹線車両センターも存在するが、これは前述の組織改正によって新設されたものである。本校では、双方について、在来線関連を秋田総合車両センター、南秋田センター、新幹線関連を秋田新幹線車両センターとして説明する。両センターの源流は1971年3月5日に、 秋田客区と秋田機関区機動車研修部門を統合して発足した秋田運転区にある。これはかつて秋田駅構内に付属していた機関区や客区などが車両数の増加により手狭となり旅客車の増備や大う本線の電化にも対応するために1966年から新たに建設されたものであり、電車、機動車、客車は秋田運転区の受け持ち、電気、 ディーゼル機関車は、秋田三沢駅付近に移転した秋田機関区の受け持ちとされた。1987年3月1日に、南秋田運転所と、同時に、秋田機関区も秋田運転所秋田支所にそれぞれ改称同年4月1日に、JR 東日本に継承され、1991年5月1日には、秋田貨物駅構内に存在していた秋田運転所。 秋田市長を統合して、機関車を受け持つようになった12月1日。詳細は後述。1997年年3月22日の秋田新幹線開業に伴い、新幹線車両を受け持つようになったため基地の約半分を標準機用に改良。校内は新幹線用の標準機と在来線用の狂気両方を併設する基地となり、車両も 在来線電車から新幹線車両及び機関車など多種多彩な車両を受け持つ車両基地となった2004年4月1日の秋田車両センターへの改消を経て2021年4月1日には組織改正により在来線部門が秋田総合車両センター所属となり現名称へ改消新幹線部門は 本社直轄の新幹線統括本部4月1日発足、管轄の秋田新幹線車両センターとして分離独立した。敷地は秋田駅から大宇本線に沿って 2.7km 南下した四つ小屋駅秋田駅間の西側にあり、入り区は秋田駅側からのみ可能である。なお、2012年以降、車両の仕業検査業務や校内入れ替え業務、 清掃業務などは、JR 東日本のグループ会社に委託されている。当センターは、秋田地区の京気線の大雨本線、上越本線、小賀線、五能線、津軽線や標準基線の田沢湖線の運用車両を一手に、受け持つ、車両基地で、電車から機動車や貨車、さらには、電気機関車及び、ディーゼル機関車と、多種多彩の車両が配置されている。 1997年3月22日の秋田新幹線開業時に敷地の約半分を標準企業に改良した。かつては、大宇本線や上越本線で運行していた特急系電車や特急系寝台客車などの車両基地であったが、前述の秋田新幹線開業などにより特急系車両の配置は激減した。当センターへの入りでくは、 秋田駅側からのみ可能であり、狂気線は秋田駅から専用の小運転線経由で入りべくする。標準機線は専用の運転線がなく、本線から車両をセンターへ分岐、そこから狂気線本線を平面交差して入りべくする。校内には秋田総合訓練センターが併設されており、運転士、車掌の訓練などを行っている。当センターは、 前述のように2021年4月1日の組織改正で発足したもので、秋田車両センターの新幹線部門を前進とする。管轄は本社直轄の新幹線統括本部であり、車両については同本部が発足した2019年4月1日に移動している。当センターへの入り出区は狂気線と同様に、 秋田駅側からのみで入りべく方法も標準基線と同様である。本節では両センターが同じ敷地にあり、田沢湖線用の701系5000番台が標準基線を使用するため両者を一つのものとして説明する。なお、校内は狂気線と標準基線が存在するが、以下、狂気線を NG 線、標準基線を SG 線と表記する。 両センターの基本的な業務は、配置車両の留置、仕業検査、交番検査、機能保全検査、指定保全、装置保全、修繕、車体洗浄などである。ただし、機関車の交番検査は、秋田総合車両センターに移管されている。線路と設備は、車両を留置する、着発線が18本あり、そのうち着発1から7番線が、SG 線。 8番から18番線が NG 線である。NG 線及び SG 線それぞれに洗浄機や研修施設、NG 線、SG 線共通の洗浄資料庫、また NG 線、SG 線それぞれに車輪転作機があり、車両の外反を洗浄する洗浄機は、NG 線は着発18番線、SG 線は着発3番線に、 着発7.8番にはそれぞれ給油機がある。車体及び車内の清掃は SG 線が線状始業線1.2番線、NG 線が線状始業線3から5番線が入る線状始業庫で行われ、新幹線車両と在来線車両が同じ建物に並ぶ貴重な光景が見られる。また、当機は床下周りに、 雪が付着した状態で、くすることがあるため、温水を噴射して融雪する、台車融雪装置が、線上始業線1.2番線に設置されている。着発1番線から SG 林サむ湖に入る、SG 林サむ線が分岐、また NG 線は、研修4.5番線が修繕湖、大健湖につながっており、これらの湖内で車両の修繕や、装置保全などが行われる。 車両検査は、仕業検査は、線上試業庫で、交番検査及び機能保全検査は、NG 線が、研修1から3番線が入る、後献庫で、SG 線は、SG 線側の線上試業庫内にある、SG 後献線にてそれぞれ実施される。なお、SG 後献線は、在来線車両と、新幹線車両が重列で検査を受けられるように、 河川遮断機が設置されている。新保全体系を採用する701系以降の新系列在来線車両については、本来総合車両センターにて施行する、走行60万 km での指定保全と、走行120万 km での装置保全も、当センターで行われる。また、 新系列在来線車両の車体保全と危機器更新などは秋田総合車両センターにて施行されるが、この際、標準機の 701K5000 番台は SG 車輪店作戦の先にある南部竜地線の4000機上部で、狂気用の仮台車に履き替え、配給輸送で改装される。なお、新幹線車両の e 六系の上位検査と機器更新などは仙台にある。 新幹線総合車両センターで実施される。1902年11月2日に秋田駅構内に秋田機関庫が設立。大きな留置線も併設され、東側から南部にかけての構内に規模の大きい線形機関庫及び一時期は方向転換用の三角線を備えていた。1936年9月1日に、 秋田機関区に解消、大宇本線の他秋田地区の車両基地として、重積を担った。戦後、客車区や貨車区などが付属していたが、秋田駅構内の旅客車検査作業などの、能力不足と、増大する輸送量に合わせて、車両数が増加するにつれ構内が手狭となり、機関車や旅客車の増備や大宇本線の電化の対応、客車列車無塩化による、 設備転換に対応するため、1966年から現地に新しい車両基地を建設。1968年10月より一部が使用開始され、1971年3月5日に秋田客区と秋田機関区機動車研修部門を統合して秋田運転区として発足した。当時の配置車両は、 客車180両及び機動車96両で、その後1975年には特急、翼用に運用されていた、キハ8 1系の置き換え用の485、系電車が、新請配置され、また、1 4系客車の座席車や、新大客車の2 0系客車や2 4系客車などが、配置された。なお、国鉄時代は、電車、機動車、 客車は、秋田運転区の受け持ち、電気、ディーゼル機関車は、秋田三沢駅付近に移転した秋田機関区の受け持ちとされた。1987年3月1日に、国鉄分割民営化を控えて、組織再編が行われ、本区の秋田運転区は、南秋田運転所に解消、同時に、秋田機関区の旅客業務部門が、秋田運転所秋田支所に解消、他に、 秋田機関区の貨物業務部門と秋田貨車区が統合し、秋田機関区に、運転部門の秋田機関区秋田市区が、秋田運転所にそれぞれ解消された。同年4月1日、国鉄分割民営化に伴い、南秋田運転所及び秋田運転所は、JR 東日本東北地域本社秋田支店に、秋田機関区は、日本貨物鉄道東北支社にそれぞれ継承された。 1990年4月1日に、東北地域本社秋田支店が、秋田支社へ解消、同時に、南秋田運転所、秋田運転所及び秋田運転所秋田支所は、同志社の管轄となった。秋田貨物駅構内に存在していた秋田運転所、秋田支所は、1991年5月1日に、南秋田運転所に統合されたが、 機関車の配置区として名称だけが残り、1993年12月1日に、機関車配置も南秋田運転所に統合された。1994年12月3日に、秋田支社管内の車両基地統合に伴い、広崎運行区より、五能線運用車両などが移管。1997年3月22日の秋田、新幹線開業時に、 新幹線車両を受け持つようになったため、基地の約半分を標準機用に改良。校内は新幹線用の標準機と在来線用の狂気両方を併設する基地となり、同時に標準機用701系5000番台及びキ派、40系機動車改造の観光列車、リゾート白紙も配置された。1999年に701系5000番台を 翌2000年には、狂気用の7 0 1系の重要部検査をそれぞれ、当たりセンターで実施し、新保全体系に移行した2002年以降も、7 0 1系以降の在来線新系列車両は、従来の重要部検査相当の装置保全までは、当センターで実施されている。2003年から、新幹線車両の交番検査を1日に、編成実施できる体制を整えた。 2004年4月1日に組織改正に伴い、南秋田運転所は、秋田車両センターに、改装、2010年9月21日に観光列車、リゾート白神用の HBE300 系機動車が、申請配置された。2012年から、車両の仕業検査業務や、校内入れ替え業務、清掃業務などは、JR 東日本のグループ会社に委託され、 同年11月19日に E6K の配置が開始。2016年3月26日に特急津軽用の E751K が青森車両センターから転入。同年12月19日に交流化線式蓄電池電車の EV801K が申請配置された。 2017年4月8日に、当センター所属の583系が運用終了した。2019年4月1日に、新幹線統括本部が発足。センター内組織自体は従来通り、秋田支社の管轄とする一方、新幹線用車両は、本社直轄の新幹線統括本部所属で、当センターに常駐する扱いとなった。 2021年4月1日に組織改正により、在来線車両が秋田総合車両センター所属となり、在来線部門が秋田総合車両センター、南秋田センターと解消、新幹線部門が本社直轄新幹線統括本部管轄の秋田新幹線車両センターと解消され、新幹線車両は同センター所属となった。主に秋田新幹線をはじめ、 大宇本線、上越本線、田沢湖線などで運行される車両が配置されている。現状の配置車両は、それぞれの所属基地ごとに、過去の配置車両は、在来線車両と、新幹線車両に分けて記述する。2021年4月1日現在の配置車両は、以下の通り。 電車5 8 3系7 0 1系0番台 e 7 5 1系 e v 8 0 1系、機動車1 b e 3 0 0系機動車、リゾート白上青池編成キア e 1 9 3系機関車 e d 7 5系7 0 0番台 e f 8 1系、各社2021年4月1日現在の配置車両は以下の通り e 6系本節では、 旧秋田車両センター時代に配置されていた車両について記述する。なお、国鉄時代の旧秋田運転区及び旧秋田機関区に配置されていた車両については割愛する。在来線車両485系秋田色719、系レ番台キハ58系アコモデーション改善車、キハ58系秋田市社職キハ59系。 小町キハ59系、エレガンスワッキーキハ111系300番台、秋田リレー新幹線車両位、e、3系。ありがとうございます。